先ほどは中村北斗選手に、失礼な質問をしてしまい申し訳ございませんでした。皆さんさっき分かったと思うんですけど、カメラマンやっていたのは僕です。あ、質問お願いします。あ、じゃあ背番号1番だったから質問1個ね。お願いします。十分です。自分を語るのね、1つで。その前16番か。じゃあ16個いくわ。お願いします。じゃあまずお名前言ったね、今ね。名前、神山隆一です。年齢は36歳です。一個上か。いや、そう、一個上だよ。一個下って言ってたんですけど。一個上か。一個上です。はい。じゃあ3本目。はい。誕生日はいつですか。1984年11月10日です。昭和59年生まれです。6問目。こんなの。5問目。長所は。長所、うん、まあ、待って、はい、5問目、短所は。短所から、まず短所はそうですね、まあ、今はだいぶ、まあ、落ち着いたんですけど、まあ、少しちょっと気が短いっていうか、短気な部分、まあ、若い時は本当ね、ちょっといろいろあったんで、まあ、そこは多分中村さんも分かってると思うんですけど、そうですね、はい、いや、俺はあんま経験したことないけど、短気と、短気、はい、短所は短気、短所は短気。じゃあ6問目、じゃあ長所は。長所、うん、身長がでかいことかな。 あと声が大きい。ああ、なんかだいたいこそこそ話してても、うん、いや、カンさん声でかいですよく言われるんで。短所なんかな、これ、ある意味。まあ、でも声が大きいっていうところ、うん、今張ってない声。今張ってないです。今張ってないのそれ。張ってでもスタジアムでね、後ろから、ね、はいはい、いっぱい何万人いる中で声通るもんね。右切れ右切れ右切れ、うっすい。バレるだろう。わざと開けてんだよ。元気ありましたね、はい。じゃあ7問目、はい、趣味は。趣味、まあさっき北斗が言ったと思うんですけど、ギャンブル。はい、同じ、やめろ、ギャンブル。まあでも僕はマージャンが好きで、マージャン、もう M リーグ常に見てます。出たいってことですか。いやいや、そんな大風呂で出たくないですけど、まあ一緒にマージャンやりたいなとは思いますね。ぜひ見てたら、ぜひ。8問目、はい、好きな食べ物は。やっぱ僕は豚肉。いや、僕はって僕も豚肉。僕もよ、そうそう。スケサラ丼でよく豚汁飲んでるもんね。いや、豚汁、うん、豚汁は飲んでる。まあ、豚汁って言わないもん、うん、豚汁。マックは。マック、うん、まあ、好きです。マクドなら言えよ。好きですじゃねえよ。じゃあ、わかりづらいんだよ。豚肉入ってねえよ。インタビューはわかりづらいな。いや、今のわかるだろ。誰ですか、インタビュー。帰りましたよ。 YouTube できねえぞ、今のわかる。YouTube できるわけねえよ、今のわからんやったら。マックは好きです。あ、やっぱ、いや、豚汁ね、そんな感じね、ってなるの。何が好きですか。好きです。ミッチーか、お前は。いやいや、桜があるんです。アナミチですじゃねえ。アナミチ答えねえか。ハルトさん、好きです。さっきじゃねえ。大好きじゃねえ。やっぱ三能線。やっぱ三能線じゃねえよ。三能線面白かったな。じゃあ、好きなスラムダンクのキャラクターは。アタギ。いやいやいや、やっぱ違う、ちょっと待って待って、好きだよ。好きな、うん、あ、似てるじゃん。あ、自分よりじゃなくて、あ、自分がやるならとかじゃないよ。やるならじゃなくて、好きなでいい。なんだ、俺、実写版だと当たるから。実写版だったら魚住かと思ってた。あれはそうよ。好きな選手、やっぱり普通に僕は桜木花道かな。インタビュアーはちなみに誰が好きですか。インタビュアーは、そうね、いや、一ノ倉かな。スッポンマークの、あの伝説の。やっぱり実写版はそっちやりたいんだよ。間違えた、さっき実写版言ったけ、俺も言ってしまった。一ノ倉やっぱミッチしつこかったからね、あれ。三能線。まあ、俺りょーちんかな、好きなのは。あ、宮城、うん、かっこいいっすね、身長低くて。あれやっぱ巻きとか。そう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 、身長低いところをね、なんか自分で。なんかこれスラムダンクの話になってるんですよ。いやいや、いいじゃん、いいじゃん。いい、はい、じゃあ、まあ、次16問目ぐらいですね。次11問目ぐらい。はい、座右の銘は。座右の銘、うん、弱肉強食。サッカーに生きる。いや、やっぱり弱いやつは食われるっていうのはまさにそのことじゃないですか。サッカーなんて。神山さんの座右の銘初めて聞きました。弱肉強食ですね。いい言葉です。いい言葉です。じゃあ12問目、はい、憧れていたサッカー選手は。あ、気になるね、これ。なんかやっぱ大阪出身なんで、うんうんうん、そのガンバ本並さんとかは、あ、はい、やっぱりこう、なんかかっこいいし、うんうんうん、なんかこう、
派手な感じのイメージがあったんで、なんかそんなのは印象に残ってるかなと。じゃあ女子サッカーの好きな選手サッカーも丸山さんってことよね。まあまあそうなりますね自動的に自動的に、ね、丸山さんが好きですそうだね、はい、もっと前までサッカー選手ですけど、はい、憧れです。じゃあ13問目、現役時代すごいなと思った選手。このゴールだけは覚えてるなっていうのは、うん、なんか今ガンバの宇佐美選手に決められたのはちょっと大きかった。いや悔しいなっていう思いがもう今でもそのゴールだけなんか頭の中に残ってる。もうイラついてるやんか短期出とるでどういうゴールだったそれ。なんかディフェンスが対応してて一瞬巻きに打つかな外側にね、うん、から内転ひねって似合う上に来た。マジか。ちょっとファーに体流れちゃって、うんうんうん、もう逆疲れたけど反応して届かない、うん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 、そのシュートはちょっと正直日本人でこの内転の強さあるんだなっていうのは、まあ、正直思いました。なるほどね。ゴールだったらね多分反応できるんだけど上に来てあれはちょっとびっくりしましたね。で14問目、はい、今年のアビスパの注目選手は、まあ、自分がアビスパを辞めて、うん、残ってる選手ってほとんどもういないんですよ。いないね。まあほぼ知ってる選手はジョーを、うん、シーズ、カラモリ帰ってきたカラモリ、まああとはまあキーパーで言ったら杉山、コマド、これ一緒やってるしね、うん、まあキーパーってそうね、だからキーパーだからやっぱり、ね、その杉山力色と山野井には頑張ってほしいですね。匠はね、生え抜きからっていうことで、うん、まあ今年も本当何年目、5年目か6年目かやっぱりそろそろ試合出ないと自分もそう思ってると思う、期待してるところかなと。ちょっと気になるのが、はい、キーパーって練習孤独じゃないですか、うん、僕らフィールドは20人ぐらい一緒になってやるけどキーパーって4人ぐらいでやるでしょ。どういう気持ちでやってるのかなと思って。いやいや、まあ、楽しくお互い鼓舞しながら、まあ、やっぱきつい練習の時は、まあ、誰かが声出して、うんうん、っていう感じでやってますから、まあ、孤独っていうか、まあ、1人じゃないんで一応4人いるんでライバルだけどチームメイトだから常に練習の中でこう切磋琢磨しながらやってるけど試合いざ1人が出ればやっぱり周りの3人、まあ、2人は応援するしサポートするっていう意味ではやっぱり一つの絆は生まれますよね、キーパーの中で。まあ、だからリキーロと匠には頑張ってほしい。そうですね、特にまあやっぱ一緒にプレーしたっていうのもあるし、うん、やっぱミスパーね長くいるっていうのもあるんであいつらが試合出てこうミスパーを支えてくれたらなとは思います。じゃああと2つ、ジュニア世代に、まあ、今からサッカー始める子だったり、はい、今サッカー頑張ってる子に何かキーパーメッセージ。ああそう、まあやっぱりまずは自分が目標を持ってその目標に向かって何をしなきゃいけないかっていうのを若い時なりに考えてやることは重要かなっていうのは思いますね。例えばサッカーだけじゃなくても、まあ、その睡眠の部分、食事の部分もそうだし、まあ、学校での、ね、勉強もあると思うんで、できない人はやっぱりこうサッカーのピッチでのプレーで表現できないと思うので、何事もやっぱりやるからには全力で目標を持ってやるっていうのはすごい大事かなと思います。じゃあ最後にファンの方に一言お願いします。16問目ね、はい、はい、そうですね、これを見てくださってる方々に本当にありがとうございます。自分はまあサッカーをやめてフラフラしてるんですけど何だフラフラこう YouTube とかこういう中で出なかった部分を見てもらえたらなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。